いいよね。今日マウしたんですよ。あのね、何年前かの最初のバース、あのね、先生お疲れ様です。あ、はい。そうね。そういえば入りづらい。あの、な今、バーベキューっていう。そう、あのね、あのね、あの、先日、あの、大先輩の、はい、遠藤正樹さんのファンクラブツアーで、あのご自身の故郷の石巻にの行くツアーがありまして、毎年ね楽しそうなことなさってるんですよ。あの遠藤会のメンバーとか連れてったりしたり、あとバンドメンバーも連れてったりして、楽しそうなことやってたりするんですけど、今回もなんかバーベキューがあったりとか、いろいろね楽しかったですというつぼみちゃんからの、お便りが来まして、なんか離れてできないのかな、なんとかなんかみたいなお話が来てたんですよ。でもあの遠藤さんの故郷の石巻って、なんか東京から割とちょうどいい距離なんですよね。行けますよね。バスでも行ける。行けますね。し、その地元の沿線を使おう、乗ってみようっていうので、仙台からこう合流とかもね、できるし。そうですよね。便はすごくいい感じですよね。なんか秋田までとなっちゃうと、まずバスで行けない。まあ、夜行になっちゃうじゃないですか。夜行ってすごいですね。もし別の地方から来てくれた人はもう一日プラスされちゃうから、そうですね、ね、昼に来といて、はい、で夜にみたいな、なっちゃうし、ね、で新幹線は、まあ、それ新幹線にも3時間半かかりますし、とか結構な、ね、移動時間かかる上にお金が結構かかっちゃうのと、なかなかね車両の借り上げても修学旅行とかじゃないと難しいし、もし人数がちょっとずれた場合とか、あと逆に、ね、半分ぐらいで大騒ぎもできずとか、こうね、そうですよね、迷惑はかけられないとか考えると、やっぱバスとかの移動が一番気兼ねない感じが現地集合場ですよね。まあそうですよね、そう、確かに秋田は若干距離がありますよね。で私が前にやったのが、あの、もう何5年ぐらい前のかの誕生日に、あの山梨のね、あのバスツアーしてバーベキューとサクランボ狩りをしたんですけど、みんなに1枚ずつは必ず焼いてあげて、天真っ黒焦げになりそうかと思いました。すごいですね。結構な火力の中、焼きですね、焼き、はい、食べて、はい、食べてみたいな。結構きましたね。各テーブルでやったりしてたんですけど、なんかね、いろいろしたいことはいっぱいありますよね。そうですよね。でもバーベキューは確かに楽しそうですよね。楽しいだろうな。まあね、茨城がどうしても多くなっちゃいますからね。まあまあまあ、だって茨城放送でしょ。まあまあそうですよね。そうですよね。なんかね、あのシーサイドモールのとこってバーベキューできるようになるのかしらとか。そうですよね。あの辺の大洗もバーベキュー場ありますからね。あ、そうなんですか。ありますあります。大洗ちょっと小さいところ、若干こう、あのサンビーチっていう海の方になっちゃうんですけど。そうですね、ちょい上の方ですね、で上とか、そうですね、なんでそこでもできることはできるんですけど、あとはまああれですかね、これからだとあの常陸太田とかでこうブドウ狩りとかですね。あ、ブドウね、はい、ブドウ狩りとかも行かれてましたよね、ブドウ狩り。あ、そうですそうです、はいはい、もう完熟の熟熟なんかもう先に取って出荷したブドウとも取り立てはこれほどに違うのかという、結構ねパツンパツンでこう、なんか人生で一番甘いぶどういただきました。美味しかったですね。あそこはそうぶどう狩りをやったりとかっていうのはあることはあるんですよね。でも私このさくらんぼ狩りハンターとしては、あのさくらんぼのその何十分なり、あの山形とかだと無制限のとことかもあるんですけど、そうやって量、ね、ほらあれじゃないですか、ぶどうさんってなかなか、2房以上って難しくないですか。まあまあ、そうですね、そこでもむいて食べたりしないですからね。そう、なんか持って帰るその量り売り的なことになるじゃないですか。です、ね、はい、なんかこう狩りしてる感じが、ハンターの血がなんかこうわってこう、まあ、あとはイチゴ狩りですよね。あ、まあちょっと先になっちゃいますけど、そっか、イチゴ狩り、イチゴ狩りって寒い時なんですよね、割とね。で、ね、で結構こう、ハウスの中なんで結構こう距離感はあるのはあるんですけど、まあそうですよね。なんかこう次の考えたいですね、あの春に続く ねやりたいですね。中でも楽しいんだし、外でも楽しみたいですよね。いや、やりたいですね。ね、ちょっ
と本当に本格的に考えて。いやでもバーベキューもいいんですけど、はい、でもお笑いとかこの茨城の海の幸だったら、あのほらそういう家あるじゃないですか、あの浜焼き的なお店がたくさん、ありますね、ありますね、ありますね。そういうところでただ単に焼いてくれて食べるのもいいな、はい、そうか、そうか、ね、結構大変ですからね、自分たちこう大変バーベキューで食べられないんですよね。それとそれっていいな。やっぱりこれ困った時の時屋さんですかね。いやちょっとね、打ち合わせしなきゃいけないことたくさんあると思うんです、私たち。そうですね、ねえ、ちょっと詰めましょう、いろいろ。そうですね、いろいろやりたいです ね。いや本当にやりたいんですよ。やりたいです、まあね、そういうこういろいろこう野望も持ちつつ、メールもいっぱいね、はい、いただいててね、お便りたくさんいただいておいて、お便り多かったら、そう、お便り含めてですね、なんですけど、やっぱあのね、すごいあの個人的に心苦しいのが、あのすごく頑張って直筆でおはがきに書いてくれてるんだけど、読めない。そうですね、ちょっとだけ、もうちょっとだけ見えやすいと大変嬉しいっていうパターンと、あと、あとは OVA だったり、あとキャラソンだったり、なかなかこう元々がアニメに強かった曲ではないのでね、アニラジをたくさん誇っていたわけではないので、ちょっと茨城放送に保険がないっていう。そうなんですよ、僕がこういろいろこうね、こっそりこういろんなこうアニソンをこう確保はしてるんですけど、私たちでね、個人的に買ってとかだったり、個人的に持ってるものからとかだったり、で対応もしてるんですけど、それでもやっぱりあの配信になかったりとか、あのね、この中にないとかで、であのエピソードが濃ゆかったりすると、それでもあの曲がなくてごめんなさいって言って読めたりするんですけど、あのね、あらすじプラスリクエストだけで、だってその曲がなかったりってなっちゃうと、曲がないのにこのね、その作品のね、あの説明だけとかだとちょっとなかなか読みづらかったりとか、ちょっと分かりづらいとかありますから ね。曲があったらね、いいんですけどね。そんなにこう詳しくね、あらすじも書かなくても、僕らもこう調べてね、あれしたりしますからね、放送する前に端的に話したりするので、やっぱ一枚一枚あの、たくさん読みたいので、あんまり一枚にこうがっつりね、たくさん読むこともできなかったり、それがな、2時間番組とかね、まあ、そうですね、もうね、もうね、大先輩のね、あ、そうですね、あのね、あのぐらいあれば、とかね、3時間あれば、はい、そうですね、もうこうフルサイズでお便りもすべてね、はいはい、それでも お便りもすごく絞ってますけどね、すごい枚数来てますから、来ますからね、なんか結構こう送っていただいた中の割合でいけばね、読んでる方だとは思うんですけど、でもそうやっぱりこう上手にまとめるのが上手だったり、選曲がこう必ず毎回ある方と、毎回選曲が残念ながらなかったりで、そうなんですよ、なかなかこう、あー、書けたいんだけどっていうのもありますからね、読みたいんだけどってこういろいろばらついてしまってるのが心苦しい、まあそうですよね、ねえ、ところなんですけど、こう入手して書けたいなと思うんですけどね、その辺ちょっとこうもしかこうね、少しこう考慮というか、何ですかね、こうね、あの選択肢がね、2、3個あったりすると、そうですね、2、3個あったりすると助かるのは、結構ね、親切な方はもしなかったらこっちでとか、書いてくださってたりするんですけど、あの関連だったりね、本当は聞きたいのはこれなんだけど、もしなかったらこっちでも大丈夫ですとか、救いの手があったりすると採用率が上がるかもしれません、はい、ごめんね、いっぱい注文つけて、でも読みたいんだもん、はい、読みたいね、そんな感じですね、あと、中身的にはテーマに沿ってなかったりするんですけど、絵だけをいっぱい送ってくださる方とかもね、いますよね、いますね、楽しませていただいてますね、いやでも本当なんか一言でグサッときたりね、先日の、瀬戸内姉妹だったりとか、青年のところに飛び込んでグサッみたいなキュンキュンみたいな、あのね、一行でも突き刺さる時もあるので、たっぷり書いてくださる方もたくさんいて、それは愛情を込めてこう、ね、感じながら読ませてはいただいてますが、放送する時にちょびっとちょっとね、カットさせていただいたりもすることがありますが、何卒ご了承ください、ご了承いただければと思います、はい、ありがとうございます。また最後にメッセージお願いします、はい、
茨城放送50年、はい、50周年ゴーゴーということで、はい、36歳になりますので、特にそんなにかかってはいないんですけれども、はい、茨城放送の、人気番組ベスト4か5ぐらいに入りたい勢としては、茨城放送内でまだまだたくさん一番お便りもらえてる番組だなって言われるに頑張っていきたいので、ぜひこれからもお便りお待ちしております。そしてお悩み相談、あ、そうですね、お悩み相談、そうですね、また一時期ね送ってくれてたんですけどね、触れないとそうですね、お悩み相談確かにお悩み相談の方が読む確率がものすごく高いよ。そうですね、っていうね、確率高いですね。そうですよ、はいはい、っていうところです。はい、ありがとうございます。ではでは、またいつもの曜日に。お疲れ様でした。